どうもこんにちは、潮風波男でございます。はい、今日はですね、先日 GH5S というカメラ の動画アップしましたけれども、それのアクセサリーをねちょっといろいろ買ったんで紹介していきたいなって思います。で GH5S これね、これまあいろいろ買ったんですけど、今日はまずマイクをここに、でそれからなんかねグリップ上のところにこうつけるグリップをね買ったんですよ。こうやって持てるってやつね。それを使ってね、今日ちょっと暑いんですけどね、デコポンをねちょっと庭で撮れたらなって思いますんで、まあ庭に放した時のねデコポン結構面白いんでちょっとそこも皆さんにね見てほしいんで、今日ちょっとそれを開封したいなって思います。でそれで物なんですけれども、物がねこちら、これまずこれちっちゃいんですけど DJI のフレキシブルマイク、結構使ってる人今いて、ドリキンさんとかあとはカズさんとか、自撮りでねこう街歩きする時なんかにね結構使ってるマイクで、これがね結構優秀みたいなんですよね。なんでこれが結構いいかっていうと、なんか音がそのものすごいとかそういう感じではないみたいなんですけど、適度にこうカメラをねこう持ってこうやって持ってね、街でこうやって歩きながらこう撮影したり、あとはこうやって自撮りしたりとかするときに適度な範囲で自分の声を拾ってくれる。で遠すぎる環境音なんかはあんまり拾わない、そういうマイクらしいんですよね。で物がねこれキノコキノコマイク、もうほんとこれだけ、まあこういう感じだから、まあモノラルマイクですけどね。でモフモフも最初からついてる感じで、まあ風とか余計強かったらまあもっとねモフモフだけちょっと大きいのつけてあげてっていう感じで、 GH5S はここにねマイクありますね。ここねでここに 3.5 ねイヤホンジャック入れて、こういう感じね。こういう感じ。こうやってちょっと動きますけどね。で、グリップもね買いました。よいしょ。これ X グリップ。これどうなんだろうね。なんかねちょっとね箱のデザインがいかにもちょっとね怪しいんですけど。まあ図の通りにこうやってちょっと見えるかな。これ見えるかな。こうやって手で持てますよ。カメラここに装着して手でこうやって持てますよ。これを撮るときに便利なのがローアングルですよね。足元の動画を撮るときなんかは結構良くて、だからデコポンなんかも歩いてる姿を撮るときにこれが結構いいんじゃないかなと思ってね。ちょっと開けてみましょうかね。どうなんだろうね。ちなみにねこれ Amazon の評価はねあんまり良くないですまあ、グリップ系はねすごいたくさんアマゾンでも出てますから、まあ本当いろいろ探してね見るのが一番かなと思いますね。取り扱いもないかね。おお、これはあれだね。これなんだ。あ、ここだ。ああなるほど。まずこれが何かっていうと上ですよね、カメラのこの上の部分、これのことだね。これがついてて、でグリップのこの上の部分にこうやってつけられる。だからマイクとかをここにこうつけられるってことですよね。ここにね外部マイクもね結構いいやつ使ってる人いっぱいいるんで、まあ、これはこれでいいんじゃないかなって思いますけどね。まあ、これちょっと仮止め、とりあえず仮止めしてみましょう。でここにロゴがあります。 X グリップなんかね、なんて言うんだろう、この素材がねスポンジかな。でなんか日焼けとかで紫外線とかで結構ボロボロになりそうかなっていう感はある。ここにロゴもありますね。でここにいろいろこう場所決められますよみたいな。でまあ本来はこう使いますけど、ここの面にカメラを置きますと。ちょっとねレンズがあるから、俺のレンズ結構ねこの 5S に買ったね 12mm60mm は
わちょっとやっぱ標準ズームにしても長いんで、だからちょっとあんまりこうやってつけるときに前につけちゃうと重さがこう結構前に行っちゃうから、ちょうどいいところでちょうどいいところら辺を探してこうつけるといいかもしれないですね。こうレンズがファインダー覗いて、でここからこのここが見えちゃうようだと、こうやって覗いてファインダー覗いてここが見えちゃうようだとダメなんで、あんま下げすぎも多分ダメなんですよね。なんでちょっと出るぐらいかな、ちょっと調整してみましょうか。でちょっとね画面下に下げました。でねちょっとこれでつけて、まあまずちょっと仮止め、これで仮止め、ちょっとファインダー覗いてみるかな。あー待って、このねカメラをねこっちの後ろにしすぎちゃうと、こうバリアングルがあるから、バリアングルをこうやって出した時に干渉しちゃう。これすでに干渉してる。ということは出してから装着しなきゃダメだね。それかちょっと仮止めしといて、どれぐらいかなっていうところでこうちょっと前にこうやっといて、バリアングルだけ出して、で下にこうやって撮りたい時とかって多分こう角度をね、バリアングルこういう感じにした方が見やすいと思うんですよね。こう腰をこうかがめてこうやって撮る感じだと思うから、だからまあこういう感じでカメラ電源入れてちょっと液晶を見ながら、液晶をちょっと見ながら、入ってこないところ、ここが入らないところ、一番目いっぱい下げて、ここ一番目いっぱいか、一応上下入ってないね。あとはまあ持ちやすさだよね、まあでもこのグリップ自体は割と軽いから、まあ長時間持つ分には疲れみたいなのは大丈夫そうですよね。ちょっとじゃあ上変えよう、よいしょ、こうやって持つもんね、こうやってかがめてね、腰をかがめてこうやって持つもんね。テレビカメラの人とこうやって持ってるよね、手ぶれしないようにこうやってさ、こうやって持ってる感じ、バリアングルの角度もやっぱこれぐらいで、そうだよね、別に前に突き出てる必要ってないよね。ここのレンズとあとここのカメラボディの下が水平になってるんですよね。ここのジョイントの部分の重力を支えられてるから、これはいいかもしれない。これが前に出ちゃうとここの支えがなくなっちゃうわけだから、ここだけで支えてる、だからレンズの重みがあるからちょっとこう負担があるのかなと思うよね。これで行ってみましょうか。と夕方になってね、地面がちょっとね冷えてきてからデコポン歩かしたいなって思いますね。はい、じゃあまた夕方よろしくお願いします。あ、終わっちゃった。
れてないよ。待ちなさい。ちょっと邪魔。待ちなさい。待ちなさい。待ちなさい。入りたい。入りたいんだ。入りたい。入りたいんだ。一人でやっても壊さない。面白いね。今言って面白いね。これはなんだ、一体どうなったんだ。お前の声がこんなのパーティーしといたのに。